よく見える。誰？ああ、私だが、こんなところで何をしているんだ？天体観測。星が今まで見たことないくらい綺麗だから。わざわざ日本から望遠鏡を持ってきたのか？マナが倉庫にあるのを貸してくれた。何でもあるな、あの倉庫。マナがこの島ではごく稀にオーロラが見えるって。本当か？私も一度直接見てみたいな。世界をいろいろ回っていたけど、こうしてゆっくり星を見る時間はなかった。私もこうして夜空を見上げるのは久しぶりだ。いつも夜は仕事に追われていたからな。前を見ることも大事だけど、時々は上を見ることも必要。確かに、トウカの言う通りかもしれないな。何かあった？何のことだ？シャノ、本当は一人になりたくてここへ来たんでしょ？まさか、お見通しとはな。私たちのことで悩んでるの？いや、そうじゃない。ただ、誰にも行き先を告げないまま、ここへ来てしまったことが少し気になってな。フォトンメーデンのことだよね。ああ、彼女たちのことは信頼しているが、この島にいる間は情報が一切入ってこない。それが少し歯がゆいんだ。でも、あの子たちはそんなやわじゃないはず。シャノもそう思ってるんでしょ？それはそうだが。なら心配ない。次に会う時には、前よりずっと強くなってる。シャノが育てたフォトンメーデンだもの。だな。そのために私たちも、鍛え直さないと。シャノは変わらない。昔と同じでストイック。そっちも相変わらずだろ。普段はマイペースなくせに、勘が鋭いというか。迷惑だった？いや、トウカに相談できてよかったよ。今はこの夜空のように晴れやかな気分だ。そう、それならよかった。ねえ、シャノ、空を見て。なんだ？何か珍しい星でも。いいから、空を見て。オーロラ。これは、すごいな。言葉にならないとは、このことか。シャノの心が晴れたから、空も答えてくれたのかもしれない。そうだとしたら、トウカのおかげだな。そうだ、アイリとマナにも教えてあげないと。ああ、そうだな。これからは、4人で一つのものを見るのだから。それに、教えないと後が怖いからな。そうかも。うん、確かにそうだね。じゃあ、アイリとマナを呼んでくるよ。これからずっとまた4人で、こうして空を見上げる、なんて夢みたいだな。